くね、見ていただければ分かる通りでございます。全くやる気はございません。やるときやりますんでご安心ください。それではですね、これ以上皆様に毛づくろいをお見せしても仕方がないので、どうぞ続きは動物園とかでお楽しみください。はい、リクンやるよ、ほら。見てごらん、お前がずっと毛づくろいしてるから子供たちから笑顔が消えたよ。ね、みんな真顔になってる。ね、やばいやばいやばい。そろそろ始めないと。ね、頑張るぞってほら。ジェニー。おい。まあまあまあやめろや。なんで俺だけなんかさ、こうなんか気合い入ってんのに、お前なんかそのまあまあまあ、拍手もいらねえ、まだ何もやってねえよ、まだ今。ねえ、なんで拍手くれよってなってんだよ。もうすいません、皆さん、ちょっと拍手もらってもいいですか。すいません、申し訳ないですよ。拍手もらう、分かりやすいな。ありがとうございます。はい、立ってください、やるよ、ほら。はい、もうね、皆さんのおかげで気持ち切り替えましたからね、始めていきたいと思います。はい、じゃあちょっとね、早速なんですけど、まずね、一回ちょっと皆様の目の前通ってご挨拶回り行かせてもらいたいと思いますので、はい、かなりね、場所によっては近い場合がございます。触ろうとすると確実にやられますのでご注意ください。先日もお子様2人ほど食い殺しておりますのでご注意ください。あと、それから目見るとブチ切れますんで、漠然とこの辺見ていただければと思います。それでは行きましょう。危険人物通ります。はい、まだね、お写真撮影もご自由なんで、よかったらいっぱい撮ってあげてください。なかなかこんなでかいお猿さん、こんな近くで撮れないですからね。そこでね、カメラが出てきそうな場所なので、雰囲気で察しますんで、よかったら皆さんこうやってお待ちください。カメラの前で自動で止まるようになってます。はい、じゃあね、ほら、もうお兄ちゃんが乗り出してくれた、わざわざありがとうな。はい、どうもありがとうございます。そのカメラの前で腹かくな。はい、お腹をかかないようにお願いします。はい、どうぞ順々に行きましょう、順々にね。はい、こっち向いてほら、どうもどうもって、やっほーってほら。はい、もうね、すいません、まあまあまあにしか見えないんですけどね、これね。はい、ね、こっち側も行きましょう、順々に進みますよ。はい、お兄ちゃんとかもどうもって、やっほーってほら、やっほーって。いいね、これまあまあやると結構みんなが笑ってくれるね、今日嬉しいね。はい、お兄ちゃん、俺撮ったってしゃあねえぞ。これ結構どこにでもいるタイプの顔してるからね、これね。はい、こっちも行きましょう。どうもどうもどうもって。はい。で、どうもどうもどうもって。よかった。今、かわいいって聞こえてきたよ、ほら。もう。ね、嬉しいじゃん。最近のお客さん、でけえでけえしか言わねえんだから。ね、こっちも行きましょう。ほら、ありがとうございますってね。はい、お顔前向けてください。前向いて。はい、そうだね。どうも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 ってね。はい、そうだね。思った以上に子供たちが固まってるね、これね。はい、どうもどうもって。怖いだろ、あんまぐいぐい行ったら、ほら。ねえ、自分よりでかいんだから、ほら、メンタルが強すぎるぞ。こっちも行こう。ありがとう、お兄ちゃん強い子でよかった。ありがとうございます。こっち向いて。あんまぐいぐい行かないでよ、みんな怖いから。ね。どうも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 ってね。はい。そんじゃ固まってる場合じゃない。取らないと取らないと、ほら。そう、今しかないぞ、これ。急いで急いで、ほら。はい。どうも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 って。みんなそう固まるよな、もう。こんなでけえの目の前にいたらな。はい。さあ、じゃあどんどん進んでいきましょう。これよかった。今日ちっちゃいお友達いっぱいだからね。前向いてください。こっち前向いて。はい。じゅん。チューチューして、そんなにどん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 ってね。はい。ありがとうございます。そう、すげえ細かいとこまで見てるね。そう、爪ね、なんか黒いんだよね。なんだろうね、これ別に理由とかは特にないけど、ただ黒いんだね。ね、どうもどうもってね。はい、さあ、ジュニくんちゃん、始めていきましょう。やりますよ、もう今日多分最終公演ですよ、ほら。最後の回だから頑張って、また終わったら飲みに行こう、おいで。はい、ありがとう。そうだね。はい、さあ、もうね、今こうやってぐるっとね、皆さんの周り回ってきたわけなんですけど、まずね、忘れてほしくないのがですね、この二足歩行なんですけど、これもう実は芸なんですよ。そうね、あまりにも普通に歩いてるから違和感ゼロでしょ。もうただじゃあね、ジュ君、ね、悪いけどジェットコースター見てる場合じゃないんだ。こっちおいで。あ、そうだね、あっちも行ったからね、今ね。はい、すいません、本日ジェットコースターを見送るという不思議な時間がございます。ちょっとご理解いただければと思います。ジュニー、ね、口から出すな、そういうのね。え、もうね、すいません、もう仕事が始まるときに口の中の食べ物をね、出すようになっちゃったんですよ。そう、もうプロですから。立って、立つ、
はい、そうだね。で、今多分これ出した瞬間一番笑ってくれたのがあの子だから、あの子にお土産であげよう。これいらない、大丈夫、いいの、ぐちゃぐちゃだよ、いらない、 OK、 おっしゃ、じゃあ始めていきましょう。はい、塾長こっち来てください、ほら立って、はい、あ、まあ、ちょうどいいや、ほらね、せっかくだからこのまま見てもらおう。今気抜いた瞬間これなんですけどね、あの手足ついてる状態、これ普通なんですよ皆さん。え、これがただの猿ね。こっからさっきの思い出してください。というか努力を重ねた結果どうやって歩けるようになった。違う、ね、変わってんね、違う、さっきのやつ手足ついてるのであとね、ちょっと自衛隊だぞお前、何してんだお前、違う、さっきのやつね、頑張ってほら立って、はい、そう歩けるようになったというわけですからね。え、もうこれですよ皆さんね、もうこの状態がまずは芸だということをどうぞ覚えておいてください。大きさ似てるけど仲間じゃないの、こっち帰ってきなさいほら。はい、さあじゃあもう始めていきましょう。はい、さあ本日ですねお付き合いさせていただきます、お名前ジュニアと申します。現在11歳のお猿さんです。よかったら覚えて帰ってください。はい、さあじゃあですね、ここからちょっと玉乗り、行ってみたいと思います。はい、まあ、先ほど立つのも芸だと言わせてもらったんですけど、ジュニこっちおいで、もうどんだけしっかり立ってるか、これちょっとまずねバランス感覚見ていただきたいと思います。はい、ちょっと悪いけど足かいてる場合じゃないからね。行きますよ、15。はい、じゃあちょっと皆さん今から立ち上がるんですけど、立ち上がったら嘘でもいいんで一発ちょっとデカめのおーっていうのをもらっていいですか。はい、皆さんの盛り上がってる雰囲気で人が増えてきます。よろしくお願いします。いきます、立って、頑張れ。いいですね、やりますね皆さん、どっかでやってました、ありがとうございます。 OK、 じゃあ手離します。これ5秒キープできたら褒めてあげてください。カウントダウンします、せーの、5、4、3、2、頑張れ、1、 OK、 いいね、ありがとうございます。おっしゃ、いい盛り上がりだ。さあじゃあレベルアップいきましょう。これ自分で立ち上がって一周頑張ります。立って、時間いくよ、スタート、頑張れ、そうだ、いいね、来ました、ありがとうございます。そう、転ばないでよ、真ん中で降りますな、なんと、頑張れ、うい、よっしゃ、バッテー、はい、ありがとうございます。まずは頭乗りご覧いただきました。はい、さあ、じゃあもうどんどん行きましょうね。じゃあ今度ね、ジャンプ芸です。もうハードル使ってハードルジャンプ行ってみたいと思います。ジャニー、じゃあ座っとって、はい、そうだね、過酷頼むよ。ごめんね、髪型と大きさ似てるけど仲間じゃないんだ。こっちおいで、ほら、冗談でございます、怒られるよ。こっち下がってきなさい、ほら、いいから、もうこっち向いててっつったね。まあやめろお前は、早くやんぞ、ほら、行きましょう。はい、じゃあルールなんですけど、飛ぶとき倒しちゃいけない、ただそれだけです。もしも倒したら残念ながらその場で終了とさせていただく非常に厳しい芸なんです。それでは行きましょう。まずは1個、ジェニー頑張れ、早く、はい、頑張れ、終了です。よかった、意外と受けたよ、ほらすいませんでした、怒られるよ、ほら、ちょっと真面目にやる、ほら、はい、頑張ってよ、ハードリーカップ、よし、OK、 いいですね、ありがとうございます。はい、さあじゃあどんどん行きましょうね、もう数増やしていきたいと思います。ジェニー、奥まで行って、そうだね、過酷頼むよ、2つ頑張れ、まとめてジャンプ、ありがとうございます。はい、じゃあもういよいよです、一気に3つ、もうどうですか、結構広いですからね、もうこれ飛び越えたら皆さん褒めてあげてください。頑張れ、いこう、3つ、なんでやめた今ねえ、やめんな、ほら、順に頑張れ、落ち着けばできるから、すいません、もうね、立っててください、集中、頼むよ、立っててって言ったの今、ジェニーねえ、なんでそうやって勝てそうな相手にだけ切れるんだ、いいの、あいつなら勝てるじゃねえんだ、やめろお前、お姉ちゃんかわいそうだろうよ、ごめんな、ほんと、もうね、すぐ同い年ぐらいの子に対して切れるからさ、もう悪いな、ほんと、立って、ちょうど同い年、奇跡、ね、ほんじゃ行きましょう頼むよ、主人、頑張れ、頑張れ、よっしゃー、いいねー、やったー、
ちゃめちゃ調子いいですからね。じゃあ今日ねちょっと高さもいっちゃいましょう。これもう一気にいきますよ。もうねなんとこれ限界の3段。あのすいません、あのいつもだとあのおーとか言っていただける。ジュン、今の皆さんのリアクションどうだった？おい、なんでマッチ持ってきたお前。なあ、とりあえず水分補給じゃねえ。意味わかんねえ、意味わかんねえお前。なあ、皆さんの今のリアクションはどうだったかって聞いてんの。良かったか悪かったかね、それだけだよ。ほらね、お待て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 、なあ待てよお前、誰が声出せって脅すんだよ。いや、みんな結構出してくれたよ今ね。え、ダメだった今、ダメ。あ、そう、分かったよ。じゃあすいません、ちょっとね、あの皆さん撃たれてもちょっと怖いんだよ。お前撃たれてどうすんだよ。ちいちい、今俺撃ってねえから、今持ってただけだこれね。やめろそれ、いらんことすんな。もうすいません、じゃあちょっと皆さんの撃たれないためにもちょっと一発全力の王をもらっていいですか。もうよろしくお願いします。いきますよ。もうなんとこちらです。おー、今のどうね。え、ダメダメとか言うな。ほら、もうすいませんでした。ほんともう最高だ、頑張ってよ。はい、さあじゃあ行ってみたいと思います。スターティーさんだ。さあもう皆さんね声出してくれたんでね、もうちょっと今からですね、日本でジュニアしかできないゲーご覧いただきたいと思います。頑張れ。でもただもうね一瞬で終わるんで、皆さんちょっとマジでまばたきなしでご覧ください。ちょっと後ろの方もうちょい前来ません？じゃあよかったらあのもうちょい近くで見てください。もうぜひぜひ、もうこの技の凄さほんと近くで見てあげてください。よろしくお願いします。頑張れ。椅子座ってるみんなそこゼロって考えていいよ。座ってていいよ。ありがとう、ごめん。いくよ。ご覧いただきました。でもすごい情報ってありがとうございます。はい、 OK。 さあじゃあ今日のね最後のゲート突入していきたいと思います。ありがとう。もうね、偉いでしょ。もう見ました、こう手伝う意識ですよ皆さん。これね、もうやっぱお互いをね思い合ってるからこそ信頼関係が生まれるんですよこれ。もう絆えぐよ。もう邪魔なんだお前ら。なあ、どいてよ。ほんね、13キロあんだぞこれ。はい、もう頑張ってね。さあじゃあ行きましょうね。もう最後の芸挑戦です。どんな芸かは見てのお楽しみ。そうだ、ありがとうございます。 OK、 決まった。いいですね、もう余裕で腹かいてますね。さあどんどん行きましょうね。もう間広げていきたいと思います。絶対休むタイミング今じゃないぞな。もうこれ最後の回だから、これ終わったら今日終わりだから、仕事頑張れ頑張れ。これそう、ちっちゃい抵抗やめてもらっていいかな。ね、早く降りなさい。最後降りて早く全部ね、さっさ行こうや。ほらもう頑張れジュニー、ほら頼むよ。2回目、うい、飛んで逆立ち。そうだ、ありがとうございました。頂上まで登ろう。できてねえんだよお前。なあ、おかしいだろお前、シンキングタイムが長すぎるんだほら。ねえ、どうしようってちょっと猿みたいな顔してんだお前。顔が今感じ悪かったの今。ねえ、失敗だ、ちゃんと前向け前ほらな。まあまあまあやめろお前。なあ、いちいちお前そうやって俺なだめんじゃねえよ。ねえ、もうすいませんほんと。まあでもね、確かに一日働いてくれてるしね、まあ限界が近いっつうのも分かんなくはないんですよ。え、なんでじゃんこもうちょっと受ける予定だったんですけど。あのさね、お前演技力高すぎるんだよお前。なあ今、わーって地獄みたいな空気流れたぞ今。ごめんよね、もうちょいわざとらしくやろな。じゃあね、今から俺がじゃあなんと限界が来てしまいましたって振るから、ジュニー同時にバタン。いい？ね、もうこれだったから。
ねえ、話聞けって、なちゅう、まだ何かって言ってんだよ、ほら、ちゅう。言い切るまで待っとく。ね、そんだけ。行くよ。はい、もうなんと限界が来てしまいました。遅すぎんだろ。なあ、どんだけ大変だよ。ね、すいませんでした。でも、はい、もう、こうなりかねないですからね。さあ、じゃあ、今日はね、もうババッと広げて、それ飛んで終わりにしたいと思います。それじゃあ行きましょう。最後の広さです。こちら。もうちょい行きましょうか、じゃあ。ですね、ありがとうございます。さあ今日はね、この階段の間を飛び越えて見事反対側にたどり着いたらクリアとさせていただきたいと思います。何フラフラしてんの、お前。ジェニー、何してんのな。違う、おかしいだろうな。ねえ、やることあっただろう、ほら。ねえ、そう、戻すんだろう、お前は。見てみろ、説明しちゃったから全然受けないだろうが。なあ、もういいか、遅いんだよ、塾は。で、ぼっとしちゃダメなんだ。もうこういうとこはもうスッとスムーズにやるんだな。もういいじゃん、もうとにかくこれ飛んでしっかりみんなにかっこいいとこ見てもらって終わりにしよう。またいいね。よし、頼むよ。じゃあ、そう、じゃあ、そう、何して泣くなよ。おい、やめろ、隙間から反応を見るな。左目見てんだよ、これ。もうね、すいません、皆さん、ちょっと拍手で勇気をください。すいません、ありがとうございます。ねえ、ほら、皆さんの拍手聞いてどう思った今な。無理、バカ野郎、絶対ダメだ、行ってこい、ほら。頑張ってよ。はい、さあ、じゃあですね、皆さん、最後はちょっと手拍子もらっていいですか。手空いたらで結構です。パワーを上げてください。ありがとうございます。頑張れ。よーし、オッケー。ありがとうございました。拍手はそのままで。さあ、ラスト決めるよ。逆立ち、片手、3、2、1、 OK。 よく耐えました。ジュニアにもう一度大きな拍手送ってあげてください。はい、ありがとうございます。なんとか皆様の応援のおかげで最後までやりきることができました。以上で僕らの芸は終了なんですが、実はですね、皆様、ここで一つちょっと大事なお願いさせていただけないかと思います。実は我々コンビがですね、こうやって皆さんの前で楽しく芸をすることができるのは、皆様の温かいご声援、ご理解のあるご祝儀のおかげでございます。で、今日なんですけど、こちらのですね、大変非常識なサイズのザルご用意させていただきました。はい、これ持って回っていくんで、お気持ちご了解いただけないかと思います。ほんでね、ちなみになんですけど、塾大好きなものがありまして、髪、一気に空気が悪くなってまいりました。やっぱこれダメで、やり方汚ねえわ、これ。だって、はい、お気持ちご了解よろしくお願いします。あと、ちゃんとね、自己紹介してなかったんですけど、僕たち、僕もジュニアで、この子もジュニアで、ジュニアジュニアと言いますね。よかったら覚えて帰ってください。本日は貴重なお時間、本当にありがとうございました。どうぞよろしくお願いいたします。はい、よく頑張ったね、ジュ君。はい、じゃあ早速、ごめんね、ありがとうね、どうもありがとう。じゃあみんなこっちから回ってくからな。お、みんな来てもらうの大変だから悪いな。ありがとう、お兄ちゃんいっぱいいただいたな、ありがとうな。